ということでですね、アンダーフォルチャーズスタイルが今日は司会やらせてもらいます。そして今日のゲストはてんてきてん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 スカーレットバスカーケンさんでーす。どん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 はい、はい、お久しぶりです。よし、お久しぶりでもないですけど、ですお久しぶりです。合わせました、とりあえず。はい、今日はね、今日は司会でちょっとやらせていただいてるんですけど、そうですよ、そうです。どうですか最近、かぎるさん。最近いやもう悩み事が尽きなくてね。悩み事が尽きない、それはね尽きない。あなたに対する悩みです。僕に対する悩み、はい、おじゃあ聞こうじゃありませんか。何ですか。何ですか。もうやめますわこのセンターボトルやつ。いや何でしょ。大丈夫ですよ。あ、愛しさと、はい、切なさと、はいはい、こそんなわけでアイロパーセンが大好きすぎて、はい、ありがとうございます。はいはい、ね、悩みが尽きないでね。そういうことですね。まあまあ嬉しいことですね。はい、まあね、僕はあのかけるパーセンの、はい、パーセン聞いてます。あのね、毎日ツイキャスやってるんですよ。そうね、うん、もうそれが70何回目したっけ。今日の時点では、うん、今日12月28なんですけど、70今日やれれば73日目だったと思います。なるほど、はい、素晴らしい。そうなんです。73日目でね、ツイキャスずっと続けられてて、うん、だからぜひぜひツイキャスを終わった後、ライブが終わった後は必ずチェックするように、はい、そして聞くように、はい、ライブが終わった後じゃなくてもライブがなくてもやってますからね。そうですよね、はい、そうでしょう。毎日聞くようにしてください。してきてしでもアンピーソステンって本当重く喋らないですよね。いやそうなんですよ、はい、ということでね、まあ、スカルトバルトさんとは2月に、トムヤハ一緒に丸ごとにもなってます。なんでぜひともぜひとも、これ無料ですよね。無料です、はい、プレミアムチケットがあります。プレミアムチケットが30あるんで、はい、まだ残ってます。なんで、うん、はい、混入してください。混入混入混ぜ込む、混ぜ込まない。購入してください混入してください。いいプラスでタカタカタカッとね、タカタカタカッと、はい、混入していただいて嬉しいです。混入してそうにしか聞こえなくなってきた。違いますよ。違います。混入。あ、違う。購入です。で、無料チケットはね、うん、物販だったりなんだったりとかでね、うん、配布してたり、CD 屋さんでもらえたりとかするんでね。はい。ぜひ、ゲットしてください。はい。はい、ということでね、はい、なんか、スカレットバルトさん的に告知とかあります?3月27日渋谷クラブ。エイジア、エイジア、ワンマン、いや、決まってるわけですね。はい、おめでとうございます。それに向けて頑張ります。バルスバルス。で、そのエイジアの前にも、その東京との前に、大阪名古屋もあるんですよね。大阪名古屋、あ、そう、ワンマンツアーですね。ワンマンツアー、はい、うん、やりますよ。あります。3月確か5、6とかなんかそんな感じでした。うんうんうん、はい。そうです。だから大阪、名古屋、ね、ラスト東京、エイジアの方でありますんで、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。で、まあ僕たちアンダーボルチャーズも3月になるんですよ。お、じゃあ告知いっとも。はい、日にちを全部忘れました。だおーいただうちのメンバーのアキトと、ジンの、生誕を兼ねてやってるんで、いろいろね、盛りだくさんの、楽しいワンマンになってますんで、ぜひぜひ遊びに来てくださいということですね。まあそんな感じですかね。はいはい、まあとりあえずスターウェブなんでやねん、なんか久しぶりにアイロパイセンの好きな食べ物3つ言っとこう。3つ、カニ味噌、カニ味噌、レバ刺しなかなかないぞ。ロブスター、ロブスター、うん、ぐっちゃぐちゃだな、なんかジャンルが。でもカニっぽいのと、うん、なんか内臓っぽいのと、内臓っぽいな感じで、レバ刺しが手に入らないんですよ。手に入らないですね。なんで馬レバ刺しを一生懸命通販で買ってます。馬レバ刺し、うん、あとはあれですね、こんにゃくでレバ刺す、レバ刺す、レバ刺すはもう、これかけるさんもあった、映ったなんでやねーなんでやねー、はい、はい、はい、こんな感じですかね。そうですね、
まあまあまあ、いろいろ、あ、じゃあかけるバイトさんも言っときましょうよ。かけるバイトさん好きな食べ物3つ、3、2、1、はい、卵、はい、パイナポー、はいはい、パイナポー、はいはい、生姜、生姜、生姜、これ間違いない、間違いない生姜、生姜、そうですね、なるほど、そういうことですね、はい、わかりました、はい、ということでですね、じゃあ好きな食べ物も聞けたんで、はい、はい、差し入れはもうこの6つでお願いします。6つ、あ、そうだ、6つ、3つ、ね、ロブスター持ってきて受けますか。はい、ということでね、はい、今日は、スカルトバスのかけるさんと、はい、ナボンジャスのアイロで、お届けいたしました。じゃあ、お届けしましたですけれども、しか今回のゲストは私だから、あ、そっか、そういうこと、そういうこと、もう趣旨忘れてる。はい、そうですね、そう、はい、言って言って、はい、うん、はい、スカルトバスのかけるさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、サブウェブ、なんでよねー、なんでよねー。